コモコとその周辺の山を皆さんにご紹介したいと思います。コモコはミラノから49キロ離れたところにあり、スイスの国境沿いにあります。コモコの形は漢字の人に似ていて、人の左の先っぽのところにあります。コモコはとても長いんです。南北には49キロも長いんですが、幅は狭いところと長いところもあります。長いところは 4.4 キロもありますが、狭いところは650メートルしかありません。イタリアでは一番深い湖として知られています。その深さはなんと618メートルです。今日は、コモの中心にある、この船乗り場から船に乗ってモルトラーゾという村に来たいと思います。皆さん今船に乗るための列に並んでいます。観光客がたくさんいます。コモコではとても綺麗な景色が楽しめるので、今でもフランス人やドイツ人がたくさん来ています。昔からコモコは避暑地として知られ、有名な人が別荘を立ち並んでいます。例えばジョージ・クルーニーは、ライオンにあるヴィッラ・オレアンドラを買いました。彼はイタリアで結婚式も挙げました。またアメリカ元大統領のバラク・オバマもコモコに来ています。では皆さん私と一緒に、綺麗な景色をご覧ください。皆さんそこに見えるのがオルモ邸で、向こうに見えるのはアレッサンドロ・ヴォルタの博物館です。皆さんモルトラーゾに着きました。あそこが船乗り場です。約20分ぐらいかかりました。今モルトラーゾに着きました。今からは車に乗ってレンヌ行きたいと思います。あと30分かかります。にあるビラ・バベネロに着きました。見てください。ビラ・デ・バベネロは18世紀にアンジェロ・マリア・ドゥリーニのためにフランシスコ会修道院跡を整備して建てられました。その後はいろいろなオーナーが続きましたが、最後のオーナーであるモズィーノは1988年に亡くなりました。彼が死んでからはファイというイタリアの文化財保護団体に寄贈されました。今は誰でも入れます、こういう風に。ここはモンズィーノの墓があります。モンズィーノはこのヴィラ・デ・バベネロの最後のオーナーです。冒険家であってイタリア人として初めてエベレストを登頂した人です。この別荘ではいろいろな映画が撮影されました。その中一番有名なのはスター・ウォーズエピソード2クローンの攻撃です。わずかここでパドメとアナキンが結婚したシーンが撮られました。スタ
ラブース以外に007カジノロイヤルもヴィラ・デ・バルネルに撮影されました。ここがその庭です。この別荘にはロッジャという柱とアーチでできた空間があります。ここはとても素敵で涼しいので、昔の人はここで涼を取ったと思われます。エアコンがない時代には、こういう別荘にで風に吹かれて夏を快適に過ごしていけたのかなと思います。という料理です。皆さんのそばのそば粉でできたあのピッツァッケリです。しかしあの、じゃがいもとかチーズ、オリーブオイル、キャベツも入っているのでとても違いますね。皆さん、コモコへ来てください。